どうも、トランジシャパンでーす。よっしゃ、今日も頑張ります。お願いします。さあ、ということで数々のダンス企画をやってきた我々ですが、今回新しい企画をですね、はい、考えました。お DJ の絆を見せつけろ、足音だけでシンクロダンス。横に並んだりとか、まあ、前後つけたりとかいろんな形で踊ってきましたけれども、自分の後ろの人が今何を踊ってるんだろうっていうのを足音だけで聞き分けて踊り始めてください。ああ、なんかそれがさ、言われるよね、足音も揃ってますねみたいな、ね、言われる、聞いただくから自信はあるのかな。変わるね。後ろの人が何を踊ってるのか知らない状態で踊ってもらうんで、足音この曲どれっていうのを想像して、いかに早く入れるか。なるほどな。なるほど。めっちゃむずいね。ちょっと、新年髪型変わったね。そうなんですよ。新しくね。短くなってめちゃんで。いいね、いいね。始めましょうか。始めましょうか。レッツ、シンクロダンス。誰から行く？やっぱさ、振り付けに忠実に踊る人が一番だね。あ、確かに。そう、シズヤだ。うん。わかった、俺が行くわ。うん、そうだね。信頼のシズヤが俺行くわ。頼むよ。任せろ、真面目にやるわ。ちょっと一回真面目にやるわ。真面目にやるわ。すごい。じゃあさ、すみません、示し図でさ、確かに確かに忠実、うん、DJ の忠実分がさ、ちょっと一緒に舞台もやってたから硬いよね、それが。ちょっと最初だからちょっと見てみたいから、ちょっと二人で OK。始まりました、トラビスジャパンの YouTube 企画。よっしゃ、今日も楽しんでいきましょう。番組みたいになってここにね、お題の曲がありますんで、はいはい、これをシズヤには見えないようにシミには弾いてもらって、どの曲を踊るか。目つぶって、よし、こっち見、こっち見るんだよ。振りみたいなね。マジで言う、マジで言う。 OK、 分かりました。じゃあこちらをカメラに行く。こちらです。でも最初だからさ、そうだね、って言って、まあね、妥協はできないからね。まあ、下分かるな。いや本当にだってこれね、シンクロダンス、まあ、確かにね、トラビスジャパンです。トラビスジャパン足音まで揃ってんだって、はい、ここでね見せつけてほしいんだ。てか足音聞こえてないから本当に。絶対めっちゃ聞いてる。どうしたの？静かに。プレッシャーすごい。このプレッシャーすごいかけてる。このエリア。でも今投げようかな。背負ってるもん。背負ってる。ドラミシャマン背負ってる。兄貴頼むぜ。兄貴。兄貴頼むぜ。それでは、足音だけでシンクロダンス。シズヤの挑戦です。どうぞ。おっ、え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 、合ってるかな、それが。本当か。ちょっと合ってる。シンクロ成功です。なんかね、独特のこれがあんまないから立ったらしかったけどね。しかも自分の中で DJ の曲だから、そうこう今その中で選ぶならレベルアップかなみたいな。え、ガチです。いや、すげえ探るタイミングもなかったね。感じは多分いけると思う。マジで。おお、これじゃない。これこれじゃない。これじゃない。これ。この辺見てた方が多分ね、思い出せるかも。なんか基本的な記憶を辿ってんの。あんまりないからね、別にね、鏡とかないから。あんま感じがない。リーダー。あ、ちょっとシズヤの踊りで踊れるのちょっと羨ましいかもしれないな。ね、俺
俺お題だよね。じゃあこれ、あ、これでマッシュアップするの。何、はい、おお、いけるかこれは。難しいかもね。それでは、チャカさんの仕掛けた。チャカさん、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 ピッツァの、ピッツァの、チャカさん、それでは、チャカちゃんの挑戦、どうぞ。
いや、ごめん、なんかすごい今見たら申し訳なくなっちゃった。これめっちゃ難しいよね。え、むずいか。難しいね。むずいんだね。むずいよね。あー、すごいね。しかも、多そうだよ、この曲って。確かにサビ以外が多いのかも。確かにそうだね。すごい。こちらです。はーい。おー、マスクやめろお前。慣れてないから。カイト、近い。それではマスクの挑戦です。マスクやめろ。ありますよ、もちろん。マッチュとは一緒に踊ってきた
期間も長いし、ね、歩幅もね、足音も合わせてきた2人だからね。そう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 、いけるいけると思う。なんかふくらがいくらがくらさ、あ、緊張してたすっげーなんか不安そうな顔になって確認してるっぽいね、今だから間違いないですね。いける、大丈夫、いけるいける。じゃあ、けんちゃんの挑戦です。はい、いきましょう、よーい、スタート。Oh, oh.
チビ、じゃあ自信のある。おお、何曲かさ、みんなのもの見てきたじゃん。うん、そうだね。でこんな感じの音かなっていうのはなんとなくこう分かってきた。あ、そう、それも踏まえた上でちょっと考えたいなっていうのと、うん、まあ、あとメンバーの中でも歴史が長いから。あ、そう、ファミリーだからね。そう、そこは全然ある全然ある。じゃあ俺も歴史が長いよ。じゃあ締めの挑戦です。はい、どうぞ。むずい。おもろってか声かっこいいのかな。むずいな。ありがとう。ちゅ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 。おーい、終わった。何言ってんの。あと聞いて、あと集中して、こっち来て。ありがとう。めっちゃむずい。まだわかんない。全然わからなかった。じゃあもう一回だけ、じゃあお願いします。いいじゃない。プリプルガイドのリーダーなんで。はい、リーダーね。マツクリーダー。視聴者さんと4人、もう一回やらせてください。お願いします。お願いします。はい、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 いやでもこれ成功してほしいよ。本当に成功してほしい。参りましょう。はい、絶対リーダーしようぜ。しようしよう。リーダーしよう。よっしゃ。最後リーダー一言お願いします。よっしゃ、ここは7人で揃えよう。よっしゃ、行こうぜ。いつかもう一度リベンジお願いします。
以上トラビシマンでした。ダメダメダメ、これはリベンジ、なんか第2弾とか言わないで、まず第1弾のちゃんと成功させないとダメだよ、マツケ。第2弾になる、マツケやめろ。ちゃんとやろよ、マツケ。マツケやめろ。ねえ、マツケにさ、もうちょっとさ、本気でやんない？マツケやめろ。マツケやめて。マツケやめろ。